立松ふさ3月23日から1992年11月16日は日本の声楽家。声種はソプラノ。音楽教育者。作曲家。旧姓は園部。名はふさと表記されることが多い。ふさと表記されることもある。東京府亀井戸出身。東京府立第一高等女学校卒。東京音楽学校にて、 ハンカシェルデルプ・ペツオルト、宮廷歌手ヘルマン・ブーハープ・フェニッヒに指示。1913年に同校を卒業。1915年から、同校生学講師。1925年私立、東京女子体操音楽学校講師。1927年函館で演奏会を開催。1928年長崎、南座で、立松ふさこ一校大演奏会。 武蔵野音楽学校講師。1933年に、園田誠一、立松ふ子、斉藤静子による、武蔵野音楽学校演奏会開催。霊部夫人主催女流生学科大演奏会。1944年に、東京音楽学校を退職。ウィーンに留学後、1952年から1968年まで、武蔵野音楽大学教授。退職後は、 武蔵野音楽大学名誉教授、時若い声楽研究会主催。立松に支持した著名な音楽家としては、関関市、渡辺浜子、藤原夫さえ、昼巻るまぬこ、小川博司卿、本倉雅子などがいる。1992年11月16日死去、101歳没。1993年7月、立松ふさを忍ぶ、会演奏会が開催される。 1927年頃、花巻きで読書会を開催。福君の立松藩地が職務上の事件から世間的に問題を巻き起こし、大変同情されており、立松夫人は福君を助けるために一人児を家に置いて地方周りの読書会を開いていた。その立松に宮沢賢治が手作りの花を少女へ頼んで渡したという。 国立国会図書館デジタルコレクションによる、国立国会図書館デジタルコレクションによると、教師、亀井戸村、南葛飾郡大島村大技亀戸、南葛飾郡、東村大技亀戸のいずれであったかは不明である。茨城出身としているものもある。ブーハープフェニッヒの来日は1932年で、ある。コトバンク新鮮芸能人物辞典明治平成では、 大正4年東京音楽学校講師、同年武蔵野音楽学校講師となっているが、武蔵野音楽学校の創立は1929年であり、おそらく昭和4年の誤りであろう。ABC、立松ふさ。コトバンク20世紀日本人名辞典。2020年3月13日閲覧。カモメトモ会の人々。東京都立、白王高等学校同窓会カモメトモ会。 2020年3月13日閲覧。AB、立松ふさ。ことばんくデジタル版日本人、明大辞典プラス。2020年3月13日、閲覧。音楽教育の学科課程の変遷と、その実践、有原の秋子東京女子体育大学。2020年11月9日閲覧。函館市通説編3語編2章7節5から2から11。 archives.c.fan.ac.jp 2020年11月11日閲覧。長崎新聞社、激動を伝えて一世紀。長崎新聞社市渋沢社市データベース。shashi.shibusawa.or.jp 2020年11月11日閲覧。東京都古書籍商業共同組合。 音楽演奏会武蔵野音楽学校演奏会プログラムチラシ特尾書店古本中古本古書籍の通販は日本の古本屋東京都古書籍商業共同組合霊部婦人主催女流生学科大演奏会演奏会プログラムチラシ特尾書店古本中古本古書籍の通販は日本の古本屋奥高渡辺浜子 有名人の墓巡り昭和の著名人と出会う旅。2020年11月8日閲覧。藤原夫妻 www.88club.com。2020年11月8日閲覧。昼間きぬこ。w w w p l a l a o r j p 2020年11月8日閲覧。日本チューター協会ホームページ。 www.star.org.2020 年11月11日閲覧。プロフィールピアニスト i s t m u s i c c o c a j p 2 0 2 0年11月11日閲覧。明治平成20世紀日本人明治展新鮮芸能人物辞典。立松ふさとはことバンク2020年11月11日閲覧。 縦松ふさ女子とマリブラン。宮沢賢治の死の世界。2020年11月11日閲覧。縦松ふさ国立国会図書館デジタルコレクション。2020年3月13日閲覧。懐かしの流行化。戦前流行化一覧。縦松ふさ。w e b c a t p l u s w e b c a t p l u s c a c j p 2020年11月8日閲覧。国立国会図書館、デジタルコレクションマイナス検索結果、d i s l i ッ l n d l g o j p 2020年11月8日閲覧。ab、国立国会図書館、デジタルコレクションマイナス検索結果、d i ッ l n d l g o j p 2020年11月8日閲覧。 竹久有名寺表紙へ、瀬能楽譜ナンバー372優の祈り初版、良最上八84、竹松ふ子曲大賞13、楽ウルタを海外代表代行大一品パイ、2020年11月8日閲覧、ありがとうございます。